それから2番目のテーマです。まあ、神戸駅前の再整備、従来から計画をの立案を進めてきました。神戸駅の再整備についてですけれども、前提といたしまして、少し神戸駅の歴史を振り返ってみたいと思います。神戸駅はですね、1874年、神戸港の開港から6年後に、大阪神戸路線の終着駅として開業いたしました。その2年前に、新橋横浜間の日本で初めての鉄道が開通した。その2年後ですね、国内2番目の鉄道として開業したわけです。一時は国内の鉄道を総括する国の鉄道局がこの神戸駅の駅舎の中に置かれていたこともあります。で、1889年に山陽鉄道、現在の山陽本線が開業いたしまして、神戸駅は東海道本線の西の終着駅、そして山陽本線の始発駅と、こういう非常に重要な役割を戦前から果たしてきたわけです。で、現在の駅舎ですね、これは3代目の駅舎ということになります。1930年に鉄道の高架化に先駆けて開業をいたしました。で、まあ、こういう歴史がある神戸駅ですけれども、まあ、駅はそういう歴史があるわけですけれども、この駅前については必ずしも好ましい状況にはないというふうに従来から考えてきました。まずですね、この駅舎は非常にこうクラシックないい雰囲気なんですけれども、まあ、駅前広場は必ずしもそうではないと。特に自転車がこの溢れていると、まあ、相当職員が毎日注意をして整理をしておりますけれども、やはり自転車が乱雑に放置されている状況がありますし、このすぐ近くに港川神社があるわけですけれども、この港川神社のお見通しが悪いというような、そういう指摘も行われてきました。またこの周辺の景観とこの駅が必ずしもマッチをしていない、こういうことも言われてきたわけです。そこでこの神戸駅の駅前広場再整備基本計画というのを作りまして、2021年10月に策定をいたしました。この基本整備計画を策定する前にですね、パブリックコメントも行いましたけれども、まあいろいろな意見が寄せられましたが、まあ多く特徴的な意見は、神戸駅のこの周辺の歴史を、神戸駅の駅舎、そして周辺の歴史を大切にしてほしいと。三宮駅とはまた違うこの駅前広場にしてほしいというような意見、それから使い勝手がいい駅前広場にしてほしいというような意見などが寄せられてきたわけです。また昨年でしたかね、神戸市会の未来都市の創造に関する特別委員会からも、同じような視点でですね、この神戸駅の歴史、そしてこの神戸駅周辺の歴史を大切にするようなコンセプトで駅前の整備をしてほしいと、こういうような意見も寄せられてきたわけです。こういうことを踏まえまして、この基本整備計画に基づくリニューアルのこのイメージを今回策定をいたしました。このリニューアルのイメージは、これに基づいてこれから設計に入っていくというものです。で、このリニューアルの概要ですけれども、この駐輪場がですね、いくつか散在をしておりましたが、これを地下タワー式、まあ、神戸市では初めて、まあ、全国の自治体でもそんなに例がたくさんあるわけではありませんが、この地下タワー式を初めて導入いたしまして、平面駐輪場と合わせて駐輪場を集約をするということ、
それからバスのロータリーがですね、今かなりの面積を占めておりますが、これは発着するバス路線のダイヤなどから見まして少し広すぎるので、これをコンパクトにするということ、それからこの地下街と地上とつながっているわけですけれども、ここに吹き抜けがあります。この吹き抜けの屋根がですね、大きすぎるということで、これをよりデザイン性の高い大屋根にすると、まあ、こういうような形でのリニューアルをのが主な概要です。スケジュールといたしましては、この4月に、今月中に地下タワー式駐輪場の事業者を募集をいたしまして、それから設計など所要の手続きに入り、2026年度から駅前広場の再編リニューアルに取り掛かり、2027年度から大屋根のリニューアルに取り掛かり、2030年頃にですね、全面リニューアルをしたいと考えております。もう少し時間がかかるように見えますが、これは実際この広場を利用しておられる皆さん、利用者の方々、それから発着をするバスのですね、乗降客やもちろんバスの運行などにも支障が生じないような形でスピード感を持ってかつ慎重に対応をしていく必要がありますので、これくらいの期間が必要ではないかというふうに考えております。で、地下タワー式の駐輪場のイメージですけれども、これは実際に使われている地下タワーの駐輪場ですが、言うまでもなく、地上から地下に入りますから、駅前地上の空間がですね、効率的に使えるようになる、それだけこの広場空間が確保されて、さまざまな用途に使えるようになるということと、それから収容台数をですね、現在は1000台ですけれども、地下タワー駐輪場も含めて約1700台に増やします。駐輪場不足が解消をされ、無秩序な駐輪状況の大きな改善にもつながるというふうに考えております。で、現在のこの風景とどう変わるのかということをちょっとビフォーアフターでご覧いただければと思いますが、これは駅の中央口から北側を見た駅前広場です。で、残念ながらですね、にぎわいがあるとは言えませんし、少し寂れた印象を受けます。長い歴史を有する神戸駅の駅前としては改善が必要だというふうに思っておりますのと、それからバスのロータリーに遮られて行く方向にスムーズに行くことができないという動線の問題があります。これを改善するためにですね、今のロータリーの屋根を縮小をいたします。左手の奥に見えるのが新しく作る地下街の吹き抜け空間を覆うことになる大きな屋根です。この大屋根は曲線の屋根を採用することによりまして、軒の裏の木材が見える構造といたします。そして湊川神社との親和性が感じられるようなデザインにしたいと考えております。それからこの人のための広場空間を作りまして、皇室で美しさを備えた広場の景観を演出をいたします。神戸の名を冠する駅前の広場にしたいということです。次がですね、これは駅のから北側ですね、湊川神社を望む方向ですが、このバス停のこの屋根がこうせり出してきておりまして、湊川神社が見えないということをいう状況というのが今現状です。そこでですね、この今のロータリーの今の地下の吹き抜け空間を覆う屋根をこの西側に少し寄せまして、この湊川神社を視線の先に湊川神社が現れる、湊川神社を直接望むことができるような
そういう空間を演出をいたします。右手奥にはこのタクシー乗り場、タクシーのロータリーを作ります。駅と広場と港川神社が、さらにはその奥が直接このつながっていくような、そういうイメージの景観を形成をしたいと考えております。で、大屋根には木材をふんだんに使いまして、柔らかで落ち着きがあるようなイメージにしたいと考えております。で、今度は逆に駅前の広場からこの駅舎を覗きます。これが神戸駅ですけれども、駅舎を覗きますと、やはりこの吹き抜け空間を覆うこの大屋根や、あるいは地下街の地上設備の機器によりまして、駅舎の景観が遮られております。そこでこれ同じ場所のイメージですけれども、大屋根そして広場空間、これをこの港川神社で、そして先ほど申し上げましたように1930年に開業いたしました歴史ある JR 神戸駅舎を生かしたデザインにいたしまして、皇室で風格のある広場の景観にしたいと考えております。で、大屋根を内部からご覧いただきますと、これは今 のバスの吹き抜け空間を覆う屋根ですけれども、まあ、こういうようなイメージになっておりまして、中から外を望むことができない、まあ、閉鎖的な空間になっております。これをこの外に開かれた木材を使うわけですけれども、外の風景も見えることができるような、まあ、そういう構造にしたいと、温かみがありかつ開放的な、まあ、雰囲気の大屋根空間にしたいというふうに考えております。まあ、こういうようなイメージでですね、今後設計に入っていきたいと、まあ、少し時間がかかりますが、着実にこの神戸駅前の広場が2030年頃に出現するように進めていきたいと考えております。私からは以上です。